本日のタップロスです。いやー、この動画がね、まあ、僕の動画投稿者としての第一歩が始まっていることで、まあ、やっていきましょう。まあ、ワード作成ですね。やっぱりね、まあ、いろいろ考えてるけどね、なんだかんだ言ってやっぱりシンプルが一番なんで。まあ、というわけで、ワード名は、まあ、まあ、スケープキーで、あー、まあ、後から設定はなんか難易度ノーマル、まあ、ノーマルでいくわ。難易度ノーマルにするか、ハードにするか。結構毎回やってきたんで、ね、ハードで大丈夫でしょう。あ、パソコンは初めてだけど、まあ、ウィータではだいぶやってきたから。はい、まあ、そんじゃ、マインクラフト最初の攻撃、スコーリーをやってる間に、このシリーズの趣旨を話していきましょう。まあ、タイトルにもある通り、このシリーズの目標は、でっけえ街を作る。まあ、やっぱりね、マインクラフトって言ったら、ね、建築がね、まあ、メインのゲームっていうか、そんな感じだからね。まあ、だからやっぱりそれで、でっかい街作っているのは、まあ、かなり目標みたいな感じ。うん。まあ、そういうことで、そういう目的でやっていきまーす。きついんですよ。で、結構チキンなんでね。まあでもハードモードやるんですけど。まあそれで羊探しもするから、まあ、あ、牛、牛はなちょっと違うんだよね今。羊、とりあえずこうやってね、羊進んでいけばね、なんとかね。見つかるんですよ、羊は。うん、なんだこれ、うわ、こんな動物がたくさんいるのに羊だけいないっていう。なんだ、嫌がらせだ。おい、なんか嫌がらせ、これは。おい。なんだあれ、すんげえ山だな。え、ちょっとガチだね、すげえな。え、なんだあれ、え、なに PC ってすごいね、やっぱ。ずっと見てやってきたから地形小さかったんですけど。すごいな、PC の山って。よし、まあいいや。ストーキー回収しとこう。まあ、後々重要な素材になってくるから。うん。ないな、羊。いや、ガチで羊がいないのは本当困るから。本当やめてください。松の木のバイオームって狼がいて羊が勝手に殺されたりしてるんで、だからそこを狙うか。あ、いた、羊だ、3匹だ。よし、もう来た。よし、 OK。 よし、これとりあえずこの一晩任せる。まあ、とりあえずこの部屋にまあ拠点っぽいものを作っていく。石の斧2本分くらい松の木を切ってくるか。松か、うん、まあ、最初は奥だな。やっぱり仮拠点って言ったら奥でしょ。うん、まあ、全然仮拠点作っていきましょう。ああ、そうだ、ベッド作った。おーっす、
帰り拠点作るためには、まあ、だから多くの木と、あとまあ砂入れてガラス作るか。まあしばらくそれで生活して、まあ余裕が出てきたら、まあ本当の拠点作るって感じにしようか。おーし、石の2本壊れたな。おーし、そんじゃ。まあね、まあいろいろ考えたんだけどさ、まあ買い方だけだからもう別に、まあ窓とかいらないかなって思って。あらがもう作っていくか。もし、どんな感じしようかな。まあ、だいぶこの辺で作って、ね、まあ、ビビーだから、まあ、チキンだからね。洞窟を見つけたらすぐにその入り口を塞ぐっていうのがスタイルなんで。そうだ、このスタイル。まあでもそのうちはね、まあ、洞窟遊びとかも多分していくと思うんで、まあ、これね、まあ、ビビーなんでね、ほんと。洞窟探索って思ってない時にいきなり敵とか出てくるの嫌なんですよ。また嫌がらせていきます。よし、もう決めてないんだよ最初。まあそんじゃ、まあとりあえずどうしようかな。はい、かまどで、まあ原木焼いて木炭作って松明作って、まあそれで軽く作る。完成しました。まあ、まあ、これが 5×5 の立方体の仮拠点ですよ。まあ仮拠点なんで、うん、まあそうですよ。今回買ったのもですよ。内装はこんな感じ。まあとりあえず仮拠点もできたところで、はい、今回はここまで。それではまた今度。